した敵ではない。うんよ。いただき。ハッと。これで。これで最後だな。楽勝。無事にスクリス村を救うことができました。皆様には感謝します。いや、もともと俺たちが言い出したことだし。そういうこと。それよりマキシムさん、あの女将軍様に早く報告に行った方がいいんじゃないの？道中だってあの人の話ばかりだったし。え？いや。そうですね。あの方に少しでも笑顔になってもらえたなら、私にとっては値千金。どんな宝石よりも価値あることです。そうなんだ。おや？ノア君にはわからないかね。ま、君にもいずれわかる時が来るさ。恋はね、少年を男に変えるものなんだ。よくわからないな。ん？あれは？メリサ、アルーさん、ノアさん。どうしたの、ニル？は、はい。ヤルナーンに異変が。なんだって？何があったのですか？先ほど知らせが来た。大樹林のヤールナーンの近くで異変が起こっているとな。帝国の軍勢が来た。知らせでは軍勢の報告はありませんが、森の動物たちが大規模に逃げ出しているそうです。異変か。まさか、あのアンテッドが言ってた通りに、また来たっていうのか。なんということだ。キーナンの軍は愚か。先発しているというユークリスの軍でさえ、まだ到着していないというのに。困った。どうするのだ。状況を確認するために部隊を送りましょう。ありがたい。私たちもすぐに村へと戻る。ああ、時間との勝負になりそうだしな。マキシム、部隊を預ける。メリサ殿と共にヤールナーンへ向かい、ガーディアンの勇士たちに協力するように。はい。いや、待て。それはならん。ダメだ。サラス様。ダメだ。
これこそが陽動かもしれぬ。まだ諸国連合の各軍が揃っていないのだ。このアスラバートから一兵たりとも動かしてはならん。これは大命だぞ、エレクトラ。そんな。しかし、ガーディアンは貴重な戦力となります。ここでムザムザ。何を言うか、エレクトラ。いつからこの国はお前のものになったというのだ。私の決定よりお前の判断が優勢されるとでも言うつもりか。そんな勝手では軍を預けておけんぞ。わかりました。一体援軍は何をしているというのだ。諸国連合の一大事だというのに。くそ、どういうことだよ。エレクトラ将軍。亡命だ。兵は動かせない。すまない、ガーディアンの勇士殿。行こう、ノア。ああ、エレクトラさん、俺たちは行きます。もしペリエールたちがここに来たら、この件を伝えてください。確かに、伝えよう。村の方々が心配です。もちろんだ。村に手出しなんかさせやしない。一緒ですね、メリサ。エレクトラ将軍。私は縛られている。王命のためだけではない。サラス様の言う通り、陽動の可能性もあるのだろう。事実、エルティス・ワイスはオルドリックの率いる軍の急襲で陥落したと聞く。軍が集まる前にここが落ちれば、諸国連合はバラバラになり、多くの民が苦しむことになる。それは我が意ではない。多くの民のためにこそ、私はあり、軍はあるのだ。それは規律が守られてこそだ。命令をたがえることはできない。それが私を動かし、縛っている。将軍、スクリス村の件、ありがとう。それに、雪山峠の向こうで帝国軍を見たという情報も。今は軍を動かせないが、一隊を預けておく。命あれば、すぐに出られるようにしておいてくれ。しかし、何が起こってるんだ。急いだ方がいいのは確かだろうな。
間に合いますように。絶対に間に合う。行くよ。はい。まだ何か起こったってわけじゃなさそうだが。間に合ったか？長老の家に向かおう。戻ったか、メリサ、ノア。異変だって聞いて。何が起こったか、もう分かったの？まだだ。だが、あまり楽観はできんな。偵察に出した隊が、何隊か戻っていない。うち一隊は手だれだ。簡単にやられたとは思えないが、もしそうなら。何事だというのだ。くそ、やっぱりこの前のアンテッドか。スケルトンキングと言ってたが。この音、どうしました？ニル、なんだ。すでに数は揃った。隠蔽の魔術もそろそろ限界だ。連中にもこちらの様子が伝わっているだろう。我が魂なきムクロどもは命を糧とするために進み続ける。レンズは命を求めている。それを満たすことが我が務めである。我が永遠たる望みである。
ああ、存分に満たすがいいぜ。それが名役だ。何が起こってる？おかしいです。レンズの魔力、それも大きくて、まがまがしい力が溢れて。敵なのか？見えた！な、何あれ？それも特別な、それによって呼び寄せられたアンデッドだと思います。あの数でここを襲おうっていうのかよ。そんなどうしたらいいの？早く逃げないと。そんなの許せるもんか。ここは、この村は私の家だ。私を育ててくれたこの場所を、私の居場所を、あんな連中に怪我させるもんか。メリサ、そうだ、奴らにここを渡すものか。そうとも、ガーディオンをなめるな。命に変えたって。冷静になれ、クールにだ。あの数を俺たちだけで押しとどめるのは無理だ。止めるのさ、ウェーブの兄貴。ここを明け渡して逃げるっての？ここで戦ったところで俺たちが全滅したら、結局はここを奪われることになるんだ。でもここを汚されるのを見るぐらいなら、私はたとえ命を。ダメだ！そんなのは絶対ダメだ！ノア、ダメって一体どういうことよ！命を捨てたっていいなんてダメだよ！俺の村も帝国の軍に襲われて、家も焼かれた。でもね、マーサおばさんや村のみんなは無事だった。みんなはそのことを喜んだよ。本当に大事なものは残ったことを。だけどノア、私にとってはここが。やめるんだメリサ、珍しく興奮して。お前がここを大切に思っている気持ちは尊いものさ。だが順番を違えちゃダメだな。俺にとっちゃお前やみんなの方がこの場所よりも大切だ。メリサ、
お前やみんなは俺の家族だ。村や家やそんなものは失われたってまた作ればいい。しかしな、お前の命はそれは叶わないからな。我々ガーディアンは必要ならば命を捨てよう。だけどな、それは今じゃない。そうです、メリサ、あなたは私にとって大事な人となりました。だからお願いです、私のためにも悲しいことは言わないでください。よし、みんなもいいな。我らガーディアンは正々堂々と逃げるぞ。使命はどこでだって果たせる。命ある限りな。長老殿もいいですね。まずは子供や戦えぬ者を逃がせ。その時間稼ぎだ。そうだ、それなら命を危険にさらす価値があるさ。村の入り口を固めるぞ、いいな。そうですね、頑張りましょう、メリサ。ああ、わかった。みんなが逃げられるまで絶対に奴らを通さない。行こう。一緒に戦ってくれるか、ノア。もちろん。行きましょう。まずは子供や戦えぬ者を逃がせ。その時間稼ぎだ。メイサ、こっちだ。あいつらすぐにもここまで来るぞ。ノアさんも一緒に戦ってくれるんですよね。心強いです。あまり無茶するなよ、CJ。頑張ります。Thank you.
俺もいるんだぜ。アルーはいつでも一緒にいるから。来てます。メリサ、ノア、そっちは任せたぞ。わかった。てめえ、ロイドの低い食らえ。よっ、いただき。これでお願い。よし、やったぞ。一段落ってわけにはいかないみたいだ。また来る。何度来たって行きます。いや、いただき。解除します。ルーンパワー。これを。とっておきを見せるぜ。はあ、ここで回復する。ありがとう。いただき。頼む、フミ。フミ、大丈夫？耐えた一撃は耐えることなどできないよ。楽勝。メリサ、ノア、引くぞ。村の中で迎え撃つ。遅れないでくださいね、メリサ、ノアさん、ニル、あとアルーも。おまけ扱いか。メリサ、ノア、みんなが逃げ切るまでここで時間稼ぎをするぞ。ああ、分かってるさ。ふみふみ、来てます。私が手を出すまでもどうだ。いただき。シュート、ルーンパワー。
クション。やりました。これはいわゆる嫌になるという状態ですね。ああ、そうさ。はい、覚えました。これでまた皆さんの気持ちがわかるようになりました。それで、どう？嫌になってます。そんなこと言ってる場合じゃないぜ。弱そうだな。ここで回復する。ありがとうございます。排除します。お願い。少し引いて時間を稼ぐぞ。遅れるなよ、メリサ、ノア。少しだけここで時間を稼ぐぞ。あいつは私の居場所を。メリサ、ここは私の家なんだ。それを。ここを離れることになりますけど。ああ、絶対にここを取り戻しに戻ってこようぜ、メリサ。あ、そうだな。絶対に、絶対に負けたりなんかできない。行くぞ。どうだ。いただき。これでルーンパワー。これを。気を見せるぜ。はあ、使う。回復する。ありがとうございます。ガーディアンの秘技を見せる。
いただき、もらい、楽勝。次はドイツさ。ガーディア、いまいましい名だ。だが時が過ぎ、奴らの力も衰えたようだ。さあ、下僕ども、この地を私の支配下とするのだ。あいつがこれを、ここで一か八か。抑えろメリサ、命を賭けの代金にするもんじゃない。クールに状況を見て考え、そして最善の行動をする。それがガーディアンのあるべき姿だ。メリサ、フォローいたします。ですが、今は無理をしすぎないでください。ああ、そうさ、俺やノアもいるんだ、忘れないでくれよ。なんだなんだ、くらえ。ガーディアンの秘技を見せる。いただき、シュート、ルーンパワことなかったな。もっともっと強くなるぞ。よし、ここまでだ。引き上げるぞ、メリサ、ノア、みんな。しばしのお別れですけど、また戻ってきます。ここは私にとっても家ですから。Thank you.
やっとたどり着いた。先に出た村のみんなはもう来ているはずだが。ノア君、メリサ嬢。マキシムさん。村の襲撃のことは聞いた。助けになれずにすまなかった。すでに到着している村人は城の方へと入ってもらっている。ありがとう。ですが、私は皆さんに助けてもらったというのに、私は皆さんの助けになることもできず。それはあなたのせいではないのだろう。それで状況は？ああ、ユークリスの軍やペリエール城はすでに到着している。ノア君、メリサ城も城の方へ。まもなく会議が始まる。わかった。